今日あの雨上がりということがあって、あと気温も低すぎず高すぎずっていうところなので、蚊がすごいですよね。なんとかこう、まあ、耐えながら撮影しているところです。で今回レンズをパナライカの 15mm に変えてみたっていうのは、やはりのオリンパスの超過ズームが結構その解像感の甘さっていうのもあるような気もするんですよね。ただそれがそのレンズによるものなのか、それともこのフォトスタイルの指定いじっているっていうことに由来するのかっていうところの、ちょっともちろんある程度関係はあるんでしょうけれども、それがどのくらい関係してるかなっていうところを見極めるためにも、この解像感の方ではもう定評がある、抜群と言われているパナライカ 15mm というのを使ってみて、これでどのくらいの解像感が出るのか、もしこれでも出ないっていうのであれば、ちょっとこの設定の方の問題っていうことも考えられるので、そこの見直しを図るっていうことにもなれば、またオリンパスの方も生きるっていう可能性もありますので、その見極めもあって取り替えにした。本当は同じいつもの渋谷の街並みあたりでやる方が分かりやすいと思うんですけど、今日はちょっと仕事の関係でいつもと違う場所に行く曜日になって当たっていたので、でもちょっと待ちきれなくて、まずはこのいつもこの月曜日にはこの来ることが多い里山の方で撮ってみて、でまた明日天候が許せば、ちょっとなんか雨になりそうな感じもあるんですけれど、撮れそうであればそちらでもこのフェイテックさんのこのジンバルと、それから GX7 Mark III、そしてパナライカ 15mm というコンビネーションで撮ってみてということで、今までアップした動画と比べてみてどうなのかというところを比べていけたらというふうに思います。この辺も初夏の頃は本当に青々としてたんですけれど、かなりの気温も下がってたこともあってか、やはりこう秋の佇まいというか、少しこう枯れ草が目立つというか、そんな感じになってきましたね。ただあのセミは相変わらず元気で、むしろ以前よりもパワフルじゃないかというぐらいに鳴いている感じはします。あともう一つ興味があるのは、この 15mm というのはやはり価格的に入れやすくなると思うんですけど、それがこのジンバルとボディナイテブレ両方組み合わせた時に、特に上下動ですね、そこがどのくらい抑えられてスムーズな絵になるかっていうのも知りたいところです。今ジョイスティックを使って上の方にカメラを角度変えていきます。これも自動でできるとスムーズで便利ですよね。こういったあの下りの階段を撮るときも、ジョイスティックで角度調整して、あとはジンバルで自動的にこの角度を保ってもらえるっていうのも撮影としては楽ですよね。角度が変わらない限り一定に撮れるので、よりスムーズな絵が撮れるんじゃないかなというふうに思います。
今実はのかなりすごい状態で、あのドローンでいうあのアクティブトラックっていうのがあるんですけど、要はの目標ロックオンしてずっと追いかけるみたいなことを今4匹か5匹ぐらいがまとめてアクティブトラックで私は今追いかけてる状態ですね。そのぐらい今湿度が温度の加減で、もう蚊の大群がいるんですけど、まあ、その中振り払いつつ住んでるところです。このビューテックさんの G6 プラスっていうギンバルなんですけど、これあの LED でバッテリー残量が本当にスマホのように表示されてるんですけど、まあ、今日に関しては全然メモリが減らないですね。スペック上は9時間ぐらい持つそうなんですけど、とはいえこのような形で残量が正確に表示されるっていうのもすごく安心ですね。まあ、いろんな面でこれ使えば使うほどなんかよく考えられてるジンバルだなというのが分かりますね。この機種は確かの日本のサイトではまだ取り扱いされてないんですよね。で、私はあのこれはもうあの海外のサイトから直接買ったので、非常にあの安価に手に入ったのですごい良かったです。